今日から4泊5日、片道が6時間30分と表示されております。はい、今日からバカンスです。顔近いな、お前。顔近い、顔近い、顔近い。あ、京都、大阪。まだ京都。通過。はい、ありがとうございます。夕日がとても綺麗です。あ、すげえな、ここな。あらら。間違いなくうまい。しみる。しみますか。これ食べたらこれね。あ、いいですね。では朝食をいただきたいと思います。ゆったりな昼髪です。白、かわいい。姿だけ見ると。多分隕石だと思うんだよね。一枚の材料にしてあげて、このぐらいのものに作ってろくろで弾くんです。かっけえ。梨の木ですか。すごいね。梨じゃけん。ぜひ。かっこいい。すごいこれ昔からの映画。本日泊まるホテルが。セアゲストハウスさん、それなんだっけ、フェチカ。鶏ハラミ焼き、めっちゃうまそうだなこれ。はい、長野は寒いですね。マイナス 0.5 度。おやすみなさい。おはようございます。あら、坊ちゃん。これ服脱いちゃったの？あんた。ねえ、坊ちゃん。おはよう。散歩行く？散歩。これが、今日泊まった、マスヤゲストハウスさんの。外観です。門がすごいですね。午後の朝ごはんです。長野結構あったかいですね。ジャンバー着なくても普通に今この格好で散歩してます。はい、お世話になりました。松屋ゲストハウスさんお世話になりました。じゃあ次の目的地へ行きましょう。モーニングしましょう。はい、すごいいいかも。いえいえ、どうやって撮るの。あ、ここ座ってください。あ、かわいい。どちらからいらしたの。鳥取です。鳥取です。はい。一回だけ地図っていうところ。あ、地図。あ、地図ね。はい。喋りながら。はい。チーズ。かわいい。あ、ちょっとお顔見合わせてください。あ、お顔。かわいい。わかりました。OK です。あ、すごい。なんかもうこれは録画されてるんですね。へぇ、まあ、鳥取のどこからいらしたんですか？大山。大山。あ、山があるところか。あ、なんか聞いたことあります。いつか行ってみたいな。はい、寄っちゃう。はい。じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。君の名はで、なんとか村って紹介されておったよな。
ここに隕石落ちるだろ。隕石落ちる。左側です。これ、あ、これだ。クラスはショップベーカリー。行ってみる？これ。左入る？どうなってる？クラスはここで朝食を食べたいと思います。おしゃれな雰囲気がありますよ。ね、新しいね。お土産とかも買える。あ、あそこがテラス。そう。ああ、卵サンド美味しそうだ。食べたい。これじゃあ。クラスワというところでモーニングです。美味しそうだね。いただきましょう。はコーヒーからいただきます。私はビターカフェラテ。普通のカフェラテじゃないよ。あ、美味しい。ビターだ。美味しい。卵サンドすげえ美味しそうに見えたね。じゃあまず卵サンド食べる。あ、めっちゃ卵のいい匂いする。あ、美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。卵美味しい。いっぱいしそうなのがいっぱいですね。これが人気ナンバーワンみたい。クリームパン。クリームパンも美味しそうだったね。私は牛乳パン、あと森のヨーグルト。ではクリームパンをいただきます。クリームが白い。程よい甘さで、すごくくどくない感じで美味しい。ミルクって感じ。生わさび、お土産に買って帰ります。古いものを集めてレスキューしてきれいに仕上げていってるところです。多分とっても良いところで、リビルディングセンタージャパンですね。ここに行きたくて長野に来たと言っても過言ではございません。今回のメインの目的地にこれから向かいます。雨が降ってきましたね、外は。憧れの、多分憧れの。カフェがあるってことですか？2階すごい。え、すごい。キャノンのさ、かわいいよ。これ実家のばあちゃん家にあった。あった、これだよな。
お風呂お風呂あるじゃん。すごい。もうなんか見るとこたくさんすぎて。古材ブロックとかもね。DIY なの。ヤマサ醤油木箱傘立てにします。私はタイルを大量に買いました。おっちゃん、おはよう。はい、リビルディングセンター行ってきましたが、どうでしたか？なんだろうね、もうなんか見るものたくさんだしさ、想像力もいろいろ働くしさ、今頭がパンク中って感じです。古材、まあ、破棄されてるものが多いけど、まあ、再利用しててそこになんか新しく価値を生み出してるじゃないけど、うん、アップサイクルされてて、なんか面白いなって思ったのがさ、そのいろんな古材っていうかレスキューされたものが並んでるでしょ、うん、それがさ普通さ新しくて綺麗なものの方がさ価値がある風に見えるけどさ、ここだったらさ新しくて綺麗なものは逆に価値なく見えてくるもん。うん、まあそうだね。ね、もういいなって、手に入らないものが多いからそれがまあ高かったりするんだけども、うん、まあとても良かったです。良かったですね、はい、リビルディングセンターっていうところです、うん、長野の諏訪市にあります。結構県外から来ているお客さんもたくさんいたんで、ね、インバウンドの方もいたし、ぜひ面白いところです。ぜひ来てみてください。長野来た際は寄ってみてください。感動することでしょう、はい。ちょっと小腹が空いてしまったので蕎麦屋に来ました。まだ長野に来て蕎麦食べてなかったので蕎麦食べたいと思います。すげえ、めっちゃ美味しそうやん。美味しそう、めっちゃ美味しそう。天ぷら蕎麦いただきます。いただきます。わさび付きです。めっちゃ美味しいね。コシがしっかりありますね。すごい、コシがめちゃめちゃうまいですね。ねえ、めっちゃ美味しいお蕎麦。お腹いっぱいになった。千尋さん、美味しかったね。美味しかったです。コシが強かった。建物も130年前からあるらしいです。ねえ、母屋の中に蔵があるっていう。およそ400m 先、左方向です。わ、虹。わ、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 すごい。わ、なんか嬉しいね。虹でか。虹でか。すごいはっきり7色わかる。ピカーンだし。坊ちゃんも見てまーす。松本の虹。左方向です。おお、綺麗。リンゴ畑でーす。リンゴもこれ収穫した後やね。だからワイナリーとかあるのかな。もうこの辺農業地帯なのかもしれない。うん、確かにこれ大きかった。うわ、リンゴなっとったな。リンゴも食べてないね。リンゴ食べたい。
長野のリンゴを食べましょう、どこかで。ここはね、すごい集落だ。めっちゃ住みやすそうな場所だ。うん、山じゃない、いい場所だね。山だけの平地で、何アルプスかわかんないけど、ドーンと山があってな、景色見れて最高な、なんか、あ、リンゴリンゴ、赤い沢の辺は、おお、本当に本当にリンゴってあんなブワーってなんの？なんかプロペラ回ってるんですけど、あれ何ですか？はじめのワイナリー。わおわお、これブドウか。そうよね、ワイナリーじゃもんね。安住のワイナリーですね、ここは。まだ全然ワイン見てないけど、でもすでにもう畑から興奮してますね。ぶどう栽培チェックしに行きましょうか。面白い。これが多分ぶどうのジョイント栽培ですね。これが種子というか、から側枝を上にと出して誘引していく感じですね。この上の先端を剪定していっていく感じですよね。まあこの間の通路を SS が防御していく感じになってますね。これなら草も刈りやすくていいですね。これはここにブドウ落ちてる。当初がなくなるん、うん、全て使える台になっちゃう、うん、すごいね。土壌仕切りしてんで。そうだよ。楽しいね、これね。ここにおお、早い。はい、どうぞ。あ、もういい匂いする。あ、おいしい。おいしい、おいしい。これすごく飲みやすいよ、多分あなたの、うん、結構グビグビいけるタイプのやつだと思う。ああ、いいね。酒の苦が美味しいね。俺多分これ買う感じがする。それうまいっすか。インターナショナルワインチャレンジとかでなんか。あ、すごいいい匂いするもんこれ。同床になってる。うん。すごいいい香りするでしょ。うん、いい香りする。美味しいっすか。あ、もう一個は何にしますか。メルロ行ってみます。はい、2019年ちょっと、あ、こっちがすげえバランス良かった感じがする。あ、でもそれもいい匂いする。買い物ができました。ここは安住のワイナリーですね。うん、ブドウも栽培も見れて
すごくいい場所でした、ね、はい、山も綺麗だったし、まず夜飯を食べてから京都丸ホテルに向かおうと思います、うん、今日はイタリアントラットリアアンジェリコに行きたいと思います。これっぽいね、イタリアン。あ、これだ、トラットリアアンジェリコ、トラットリアアンジェリコ。あ、これです、営業中に。こんなんだったんですね。リンゴのピッツァあります。え、なんか、え、めっちゃ小屋売ってる。なにこれ、小屋あるんだけど。え、トレーラーハウスかな、ぽいね、トレーラーハウスだ。ピザ、パスタ、うまそうだな。はい、乾杯。ハートランドです。明日で終わりですか、長野旅。そうだね、明日で長野出ちゃうね。満喫してますか。うん、寂しい気持ちもあります。そうだね。すごいね、自家製ソーセージだって。確かに自家製ソーセージで珍しい。珍しいよね、そんな作んないもんね。食べましょう。美味しそう。サワークラウトもついて、野沢菜入ってますね。ソーセージにしたらすごくさっぱりしてて美味しくない、うん、ビールが進みますね。これは絶対美味しいパスタですね。これ何パスタでしたっけ。自家製ベーコンとトマトソースのパスタ。美味しそうだね、けど、まあ、うまいでしょ。この味が食べたかったって感じの、さっぱりトマトソースで美味しい。めっちゃうまそうなピザ来た。もう来た瞬間すごい匂いしたな。てか盛りだくさん。やばいね、具がすごい盛り盛りだよ。絶対うまい、これは。めっちゃうまい。次は脂身出てて、めっちゃ美味しい。へ、やばい。やばいっすか。これうまいっす。うわ、まさかのサービスでケーキをいただきました。美味しそうね。え、リンゴと紅茶とそっちが何かわからんな。うん、リンゴだと思う。あ、そっちリンゴ。うん、うまい。うまい。うまいだろうね、ここの。何食べても美味しかったもんな。トラットリアアンジェリコ、美味しいです。うん、激推し。長野市にあるトラットリア。トラットリアアンジェリコさん、めっちゃうまいです。めっちゃうまかったっすね。ピザ、パスタ、サービスもデザートでできて、めっちゃいいお店を選んでしまいました。選んでしまいましたね。見つけてしまいましたね。なんか想像以上に美味しかったっすね。はい、大満足で。大満足ご飯でした。はい、これから温泉に入ってから宿に向かいたいと思います。思います。はい、あけびの湯。なんか硫黄の匂いがする。うん、硫黄温泉って書いてあった。へえ。大宮から来てる。うん、え、でも近いでしょ、大宮の方が。そうか。もう関東のここは。そうだよ、関東のとまではいかんけど、でもうちの方が圧倒的に。鳥取からなんてなるよ。ここはもう関東だった。言いました。すごいね、もう硫黄の香りがいいっすね。しっかりします。温泉入りたいと思います。はい、大伏線温泉あけびの湯に入ってきました。硫黄の香りがめちゃめちゃすごい、ね、強かったね、硫黄が。お湯も結構濁ったやつで、白濁系、めちゃめちゃいい湯でした。なんかいいところ行ってる感じがしますね、僕ら。ね、てかあそこの景色がとっても良かったよね。はい、丘の上にあったからドラッキーですね。はい、これから宿向かって
今日は寝たいと思います。雪降ってきてます。今長野の上の方にやってまいりました。信濃町です。もうだいぶ長野の端っこ。あ、そう、うん、あ、雪降るところかもね、この辺。なんか黒姫とは聞いたことある。あ、でもそうだね、 こっから西に行くと白馬だもん。野尻湖も近いし、うん、ここ左に入る。あ、グーって書いてある。これだ、これじゃ、グーって書いてある。これだ、これだ。ということは、ここ、あ、あそこか、駐車場が。はい、とりあえず、じゃあチェックインしてみましょう。チェックインです。ブーさん、ブーちゃん、ブーちゃん、雪積もってます。お、ここだ。おー、よく上。はい、今日泊まるホテルがポルシェ島です。グー、なんだっけ、なんか、グーさん、グーさん、グーさんのポルシェ島、ポルシェ島です。あったかいですよ。はい、足ふきふきして、はい、ストップ、はい、そこでストップです。あ、雪積もった。はい、雪積もってますよ、外は。一気に雪ですね、こう積もるところですね。ねえ、全然長野雪降ってなかったのに、ここに来た途端雪積もってる。お待ちしないですね。はい、解放。脱ぎ勝手。はい、坊ちゃん。はい、坊ちゃん。はい、今日の泊まるグーさんの宿の様子です。こんな感じです。寝る場所が上にベッドがある感じですね、うん、こう上を登っていくと2階に布団が敷いてあります。いいですね、このこじんまりとした感じが。ログハウスです。この狭さな感じ好きよ。うん。はい、今日は坊ちゃん一緒に寝れますよ。